2週後は最後になります。リアルインパクトでございます。堀先生はちょっと所用がございまして、欠席届が出ております。堀先生に借りましてご紹介したいと思います。本番は2009年キャロットクラブ、ナンバー9番の募集で4000万円でございました。美穂の堀則之厩舎所属、馬主は有限会社キャロットファーム様でございます。成績は30戦5勝2着5回、賞金は3億9600万プラス113万、オーストラリアドル稼いでおります。本馬も、2歳10月東京1400メートルでデビュー勝ち、 KO 杯、朝日杯、フューチュリティといずれもグランプリボスの2着、3歳になりまして NHK マイルでも、グランプリボスに届かず3着、になっております。3歳で、安田記念に向かいまして第61回安田記念では9番人気を、覆しまして、翌年の覇者ストロングリターンラを首差制し1分32秒0で、解消して G1 馬の仲間入りをしております。お数馬で G1、お数馬でディープインパクト産駒初の G1 馬ということで、当時話題になりました。グレード制導入後初の3歳馬での安田記念ということでも記録に残る、一勝でございました。4歳から5歳にかけてやや前線マンと化しておりましたが、5歳6歳高額賞金 G2 阪神カップを連覇し弾みをつけ7歳でオーストラリアに渡り、G1 に挑戦しております。ジェームズ・マクドナルド鞍上で、ローズヒル競馬場の芝 1500m ジョージ・ライダーステークスに勝利、中1周でランドウィック、ドンカスターマイルも軽量の5キロ差軽い馬の2着ということで、スプリントマイル王国オーストラリアに文字通りインパクトを与えております。父ディープインパクト、母時をリアリティ、母は、3勝を挙げて5100万円稼いだ競走馬でございました。半径にアイルハバーゲン7勝を挙げました。2007年オーシャンステークス、 NHK マイルスプリンターステークスは3着でございます。兄弟は12頭日本の競馬を走りまして8頭が勝ち馬、兄弟計30勝、賞金は10億円を突破するという非常に安定度の高い母系から生まれております。母の父はメドーレイク、アメリカの2歳 G1 ウィーナーでございますが、アメリカの2歳牝馬チャンピオン、2歳戦7戦全勝のメドースター、我が国では2歳、KO 杯2歳ステークスを勝ったシベリアンメドーなど、2歳戦に強い種牡馬として、有名でございます。母と父としても、ヘニーヒューズを出すなど、アメリカの、血統を、強く遺伝する種牡馬の一頭でございます。ディープインパクトがたくさん、スタッドインしまして、非常に、枝が分かれてきましたが、堀先生が、この馬の特徴を一言お聞きしましたら、とにかく他の馬よりも肩甲骨が大きくて鞍をつけるの位置が非常に難しかったということでございます。普通の技巧の下に鞍を置くと、肩の動きをジョッキーのキザが邪魔して、歩様が小さくなるので、あえて鞍をずれたように見えるぐらい後ろに、鞍を置いて、ジョッキーには後ろに座ってもらっておったと、そのぐらい、草案に注意して、この馬の能力を引き出したと言っております。他のディープインパクトと違う、背中のライン、母父メドレイクから来るのだと思いますが、オーストラリアでは逆にこの馬の評価が非常に高く、早々に、今年の秋のシャトルスタリオンの話も進んでおります。日本では限られた頭数の制限になると思いますが、種付け料800万円で、ディープインパクトのスプリントマイルの、チャンピオンということで、ご愛顧いただきたいと思っております。ありがとうございました。失礼しました。種付け料は80万円でございます。ちょっと縁起が良すぎます。失礼しました。